庄内さのぞみは、北海道出身のフリーアナウンサー、司会者、元ランラン号キャスタードライバー、日本リトルシニア中学、公式野球協会北海道連盟アナウンスメンバー、アップフロントグループの社内カンパニーである、アップフロントエージェンシー社札幌支社ウニエの、フットサルチーム札幌チェルビーズに所属していた、背番号7、 2013年4月より、STB ラジオ第102代ランラン号、キャスタードライバー。2016年4月、STB ラジオ、おはよう。北海道劇アシスタント。2016年11月より、コミュニティ、FM ラジオラジオ TXTFM ドラマシティにて、朝の情報番組、モーニングサンドウィッチの各週水曜日担当。北海道日本ハムファイターズ2017。 ファイターズガール。2018年4月結婚。北海道札幌南高等学校。北西学園大学文学部心理。応用コミュニケーション学科卒業。高校から大学2年生まで札幌のフットサルチーム。札幌チェルビーズに所属していた。ポジションはこれろ。2009年3月フットサル練習中に転倒。左膝前十字人体断裂及び。 左膝外側半月板損傷で人体再建手術を受ける。学生時代は東日本大震災で被災した宮城県南三陸町でボランティア活動をした。大学4年生の時、父親からの勧めで STB ラジオのランラン号キャスタードライバーの試験を受け合格。大学卒業後、工藤純樹の10人10職 のりおとよしこのドさんこラジオ、生活情報バラエティワクワクラジオ、吉川のりおの聞いて、納得のりのりラジオ、ウィークエンドバラエティ日高かころうしょうに出演。札幌市内及び近郊をランラン号に乗って3年間中継リポートしていた。先輩には、安部直子、たつきみほ、後輩には、田村みなみ、花井瑞穂がいる。ランラン号を卒業後、フリーアナウンサーとして活動。 STB ラジオ、おはよう。北海道の木曜金曜アシスタントを務める。2017年1月、父親の勧めから、ファイターズガールオーディションに応募。札幌ドームのグラウンドで必死に踊った。フリーアナウンサーとしては、イベント MC や、結婚式の司会として活動している。 省内先 Facebookhttps コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュ SAPPI103radiotxthttp コロンスラッシュスラッシュ7 7 6ドット FM スラッシュパーソナリティスラッシュ SHONAI-SAKI ありがとうございます。